はい、おはようございます。朝やメンタルの院長増田です。朝ごはん食べます。やれやれなんか雨がすごくてですね、濡れました。ほら濡れてます。はい、濡れてるいやー水です。はい、じゃあこれ何ですかって言われたらですね、家にあるやつを詰めてきたんですけど、こうレンコンのきんぴらとカニ玉です。長谷園のあのカニ玉ですね。いただきます。まあ、おいしい。本当はお昼にしようと思ったんですけど、お腹空きすぎてなんか朝ごはんにしちゃいましたね。というか朝ごはん本当は買うはずだったんですけど、どっかで雨すひどすぎてもうなんか買う気がしなくて、なんか僕疲れたってよく言ってたじゃないですか。あれね、結構ずっと家族が風邪ひいてて、子供がちっちゃいし、で地味にもらってて、でそれで結構ね働いてたから、そこに取材とか講演会とかがあって一気に来たって感じだったんですけど、ようやく子供たちも春休みに入り、なんか回復してきましたね。まあそれだけなんですけど。いや、なんか。でもなんかいろんな人からなんか最近いや休んでくださいとかよく言われて、
まあ、休んだ方がいいんだろうなと思ったんですね。ちょっとYouTube の再生回数とかなんか自分が想定するよりも伸びてない感じとかなんかいろいろあってですね、なんかこうは伸びてない、まあこうずっとこうなんですけど、ちょっとこう下がってきてるところもありますけど、まあ3月だからそうなのかなって気はわかんないですけどね、しますけど、いや再生回数は下がってるんだけど、3月なんでちょっと広告単価は高くなってるんで、ちょっとそのね見えてないところありますけど、でも実際は結構ね問題あるなと思いつつで、日々の動画とかのこともありつついろいろ考えてたんですけど、経営じゃないですけど、とあと日本一の精神科医 YouTuber だったらどうあるべきなのかってことと、使命感と、まあ、クリニックのことと、実際ねいろんなことがあったりして、なんか疲れたな、なんかいろんなことがあって、やんなきゃっていう気持ちだったんですけど、でもなんかちょっとねこれ限界だなと思ったんですよね。自分の力じゃどうしようもなんないなっていうふうにまあ思い始めたって感じは実はあるんですよね。このままじゃ良くない方に行くだろうっていうのが思っている。そういう中で警鐘を鳴らしたりとか、なんかこう自分ができることをやりたいなと思ってたんですけど、なんかこれはもう難しいなと思ってなんか今いるね患者さんたちとか見てくれてる人たちだけに届けばいいのかなっていうふうにちょっと今ちょっと割り切った方がいいのかなっていうふうに思ってる。今じゃないのかなと思いましたね。だからこれからですね、予言というか予想というか、まあ自分の中のあれですけど、すごくこう分断と混乱が起きると思いますね。だから IT によって仕事を失うとか、景気が悪くなるとか、世代間ギャップの拡大とか、独身の人が増えるとか、いろんなことが起きると思いますね。で、メディアとかもインターネットを中心とした SNS の混乱とか混沌、対立とかも加速するだろうなと思いますね。だから本当にギリシャ時代の相対主義というか、ギリシャ時代の混乱のようなことが多分起きるでしょうね。そこに AI とか絡んだりとかして、フェイクニュースが出たりとか、起きるでしょう。だから相対主義とか、なんかこう起きると思いますね。分断、治安悪化そういう中でお金っていうものを稼ぐことが全てなんだっていうの、お金を稼ぐことが幸福の近道なんだっていうのが、なんかこう日本でももうちょっと起きるんじゃないかなとは思うんですけど、いやいやそうじゃないよねって気づいてる人はもう気づいてる。それってかなり先の方で、資本主義の終わりと、かといって資本主義超えるものがないよねっていう、なんか相対主義の時代と、まあそういうのが起きるんだろうなと思ってきて、でそれにみんながそれにうんざりしたところで、やっぱりこうなんか
やっぱりこう真実は大事だよねとか、正しさって必要だよねってなった時に、やっぱり精神学を学ぶとか心の豊かさを取り戻すって大事だよねっていうふうに、まあ世間が変わっていくんじゃないかなと思ったんですだからなんか先にうんざりする前に僕がこうやっぱり科学的に考えるとか倫理的であるとか精神学が大事なんだよっていう話をいろんなところでやっても、多分もううまくいかないんだろうなってちょっと思っちゃったというか、なんか知ってもらいたいし、それで苦しんでる人たちもいるんだよってことを知ってもらう、それ知ってもらいつつ、やっぱり自分たちの社会全体の心のことを考えるとか、今のあり方、相対主義がどんどん加速してるところとかをなんかこう、考えてほしいって思ってたんですけど、それを言うのがまあ今の精神科医の一応トップ YouTuber ってことだからの役割なんじゃないかと思ってたんですけど 身が持たんということで 身が持たないし、もうなんかこう嫌なやつみたいになっちゃうし、疲れちゃって。そういうのがなんか分かったこととか、あと説明しても伝わらないんですよね、相手がそういう体制じゃなかったりすると。なんかそういうことで、発達障害の問題が絡んだりとか、最近は妬みの問題とかを考えたりしてると、ずるいとか、SNS によって加速してますよね、ずるい、妬み、不平等、逆切れ、じゃあ受け身、じゃあほっといてくれよと、個人の自由じゃないかという相対主義、なんかそういうのに抗うのが疲れちゃったというか、あんまり早く出てくると世の中に叩かれるし、僕もそういうリスクがすごく今あるなと思ってて、やっぱ去年 ABEMATV 出てちょっとね強く発言すると、やっぱりもう呼んでくれなくなっちゃって、まあすごい失敗ですよね、1年呼ばれてない、もうずっと呼ばれてないんで、もうこいつ呼ばないって感じになっちゃったんで、まあしばらくは仕方ないんだろうなと。あと精神科医を呼ぼうっていう風なことでも今はないんだろうなとは思ってるんですよね。だからなんかこう それは佐渡島さんも言ってましたよね。なんかこう別に精神医学じゃなくていいじゃないかと。なんか自分たちは物語があるし、ストーリーがあるからっていう言い方を佐渡島さんがされてて、佐渡島さんって天才ですから、天才がそう思うってことは、世間の人はもっとそう思ってるってことですよね。だから いやいやって佐渡島さんを説得することの意味っていうことではないと僕はないんですよね。そこじゃない、それをなんかこう変えていきたいっていうのが僕の仕事じゃないし、どちらかっていうと佐渡島さんが、とは言っても無意識にというか目の片隅にはやっぱ精神学を置いてるんですよね、心理学とか精神学の重要性を目の片隅には置いていて、でもこれって本当にもっとなんか精神医学的なことだよねっていうことを佐渡島さんが気づける、気づいた後じゃないと、多分少なくとも社会はもっと気づくの遅いですから、っていうのはちょっと思いましたね。だからなんかこう自分からちょっと世の中を変えるにはどうするんだろうってことまで含めて考えてたんですけど、やっぱり大きな流れっていうのがあるんで、ちょっと流れに逆らうとやっぱり自分がやられちゃうし、訴訟のリスクとかいろんなことが起きちゃうんで、まあちょっと一回ゆっくりした方が、ゆっくりっていうか自力を蓄えたりとか、その機を待った方がいいんだろうなというふうに思いましたね。
でもその木を自分その木が来る時っていうのは恐ろしい事態が起きてる時なんで、事態っていうかまあよりね、みんなが辛くなって苦しくて治安が悪化してる、日本がアメリカと同じぐらい治安が悪化してる時になってきて、貧困が進んだ時にこそそういう出番が来るっていうことなんでしょうけど、まあ来ない方がいい、いいんだろうなと思いますけどね。まあまあまあ、と言っても別に何か自分のやる行動が変わるとかそういうことは特にないんですけど、まあ気持ちの問題ですね。なんかちょっとなんかまあ受けたり、仕事は受けたり仕事は断ったり、対談動画とかは引き続きやったりとかをしていくということでしょうね。まあ来週児玉さんとお会いして、安楽死のことを語ったりとかする。でその翌日にですね、このマインドフルネスの先生というかマーフィン先生とお話しするんですよ。マーフィーかな、スティーブさん、ハートフルですとかの人とお話しするので、まあそれも動画にすると思いますね。っていうとこでしょうか。あとはちょっと後ろのね、メンタルヘルス大全もちょっと書籍化したりとか、そういうのをちょっとやってみよう、見るという感じですかね。じゃあ最後小難しい話しましたけど終わります。ではまた。